できました。まずは電車を乗り継ぎ日光で下車、バスに乗って日本を代表する世界遺産を目指します。目的地は小学校の修学旅行ぶりの日光東照宮。徳川家康が祀られた神社で国宝や重要文化財に指定されている美しい建造物が並びます。拝観料を支払い中を見ていきます。してきました。これからいっぱい食べ歩きをしていきたいと思います。じゃあまずやってきたのは日光湯葉巻善さんです。日光名物の湯葉を使用した湯葉巻が食べられるお店、古民家を改装したスタイリッシュな空間がとてもおしゃれでした。メニューはこんな感じ。まずはビールで乾杯。日光いろはビールはコクがあり、のどごし最高。注文したのはこちらの2つの湯葉巻。いただきます。まずはタイの湯葉巻から。タイと三つ葉とご飯が湯葉に巻かれているおしゃれな見た目、上品な味、豆乳ベースのタレにつけていただくスタイルです。湯葉に豆乳のタレだとあんまりアクセントにならなかったので、わさびをつけたら好みの味になりました。そんなことを考えながら地ビールで流し込む。次は和牛の湯葉巻きを食べてみましょう。わさびをちょこっとつけて、栃木和牛の旨味がわさびとよく合う湯葉の甘みのいいバランス感覚。湯葉は高くてなかなか手を出せない方にもおすすめです。引き上げ湯葉もやってみたいけど、手軽に美味しく日光湯葉が楽しめるのがいいですね。ごちそうさまでした。2軒目にやってきたのはまあまあビールスタンドさんです。2018年にオープンしたマイクロブルワリー、店内工場で出来たてのビールを味わうことができます。メニューはこんな感じです。小麦のビールとソーセージ。乾杯。もうちょい飲みたいなと思っていたら、さっきのお店のすぐ隣にビール工房が。飲み口が軽くてすっきり飲みやすいビール。こんなに早く美味しいビールに出会えるなんて。ここでおつまみに頼んだソーセージに手を伸ばす。カリッと食感と溢れるジューシーさが美味しい。ビールとソーセージはやっぱり切っても切れない間柄。気軽に立ち寄れてサクッと飲めるのがいいですね。今度は違う種類のビールも飲んでみたいです。ごちそうさまでした。続いてやってきたのはくもいずさんです。こちらは
お猿の形のそっぽ焼きが名物のお菓子屋さん、生どら焼きも食べ歩きに人気です。そっぽ焼きカスタード200円。お猿がそっぽを向いていることからそっぽ焼きという名前みたい。カスタードがこれでもかというほどたっぷり入っていて最高。味は他に粒あんと抹茶もありました。生地はもっちり、中からずっしりクリームがあふれる。写真映えもするので女性からの人気も高いそうです。日光に来たら食べたいおすすめのスイーツです。日光プリン亭本店さんへやってきました。大正ロマンをイメージした日光初のプリン専門店、日光さんの原材料を使用したプリンが絶品です。インスタで見て食べたいなと気になっていたお店です。どれを買うか迷った末、見た目の破壊力抜群なこちらにハーフプリンソフト488円を注文しました。山盛りソフトクリームをガブリ。めっちゃミルキー。見た目のインパクトもあって味も美味しい絶品スイーツ。滑らかすぎず硬すぎない、しっとり食感のプリンがたまらない。ボリューム満点で満足度も高い日光スイーツでした。ごちそうさまでした。お腹も満足したので電車に乗って移動していきましょう。今日光駅から宇都宮駅までやってきまして、ホテルにチェックインしました。ちょっと休憩をして、この後は餃子を食べたりいっぱい飲み歩きをしていきたいと思います。日も暮れてきたし、そろそろ飲み始めますか。レッツゴー。まず1軒目にやってきたのは悟空さんです。宇都宮で人気の餃子専門店、肉の旨味にこだわった究極の宇都宮餃子を楽しむことができます。メニューはこんな感じ。乾杯。餃子が焼き上がるまで黄金比のタレを作って待ちます。特製肉餃子とジャンボ餃子を注文しました。いただきます。まずはジャンボの方からいただきます。うまー。ジャンボ餃子だけに圧巻な食べ応え、そしてたっぷり詰まったジューシーなお肉が最高。次は特製肉餃子。お酢が多めの黄金比餃子タレにつけて頬張る。肉餃子という名前なだけあってお肉の旨味も最上級。餃子を頬張って、ビール飲んで、餃子を頬張って、ビール飲んで、食べ応え抜群でボリューミーな餃子が絶品でした。また来ます。ごちそうさまでした。2軒目、
オリオン通りを歩いてやってきたのは馬毛市栃木屋さんです。オリオン通りにある24時間営業している居酒屋さん、酒場放浪記の吉田類さんも訪れている名店です。メニューはこんな感じ。お酒はこのご当地ハイボールにしました。乾杯。ウイスキーのハイボールはまだ勉強中だけど、焼酎のハイボールは美味しく飲める。芋フライを注文しました。揚げたてのフライにソースを絡めて、でハイボールと揚げ物の相性抜群。ホクホクなジャガイモのフライはたまらなく美味しい。もはや日頃から食べたいからコンビニに置いてほしい。栃木の郷土料理をつまみにちょい飲みしたい方必見です。メニューの種類も豊富なので、のんべえさんに持ってこい。ごちそうさまでした。3軒目、ロバタ鹿張さんへやってきました。こちらは創作料理が食べられる和風居酒屋さん。店内で焼き上げるわら焼きが名物です。メニューはこんな感じ。お通しはハマグリでした。お酒は栃木県の地酒にしました。純米吟醸山田錦 100%。 豊かで上品な香りがする高級感のある芳醇な味わい。カツオのわら焼きを注文しました。前に本場高知で食べたわら焼き以来だったので、まさか宇都宮で食べられるとは。かなりの厚切りで食べ応えがとにかくすごい。わさびをつけたり、生姜やニンニクを一緒に、そうするとお酒が進むおつまみに大変身です。次にきつねキムチ納豆串、豚巻き山芋串を注文しました。串の種類が豊富で美味しそうだったので頼んでみました。海苔、油揚げ、キムチ、納豆の串なんて初めてだったけど、美味しい組み合わせすぎてる。日本酒が進む。もう一つは山芋を豚肉で包んだ串だったのですが、食べると熱すぎて飲み込めず涙目。少し冷めるの待てばいいのに。日本酒で鎮火しました。おしゃれな雰囲気で女子会にも良さそうなお店でした。最後は栃木名物レモン牛乳を飲んで就寝。2日目、次の日のお昼も餃子を食べにやってきました。コーナンさんへやってきました。私が大好きな宇都宮の老舗餃子店、揚げ水の絶品餃子がリーズナブルに食べられます。焼き餃子297円。がっつり食べたくてライスも頼んじゃいました。スラー油につけていただきます。厚めでもっちりとした皮に野菜たっぷりのあん、玉ねぎの甘さも感じるこだわりの餃子。お米がもりもり進む。酒のようにお茶を飲む女は私です。揚げ餃子297円。ピンク岩塩をつけていただきます。前に来た時は焼き餃子と水餃子にしたので、今回は揚げに挑戦。生の餃子を揚げているから外はバリバリで中はもっちりした食感が楽しめます。昨日は餃子にビールで幸せだったけど、
今日は餃子にご飯ですね。宇都宮の餃子のレベルが高すぎる件について永遠に語りたい。こんなに美味しいのに一皿6個で約300円はリーズナブル。どれも美味しいのでぜひ全種類の餃子を試していただきたいです。ごちそうさまでした。次にやってきたのは光林堂さんです。宇都宮では知らない人はいないという老舗和菓子店、カリカリ食感の宮のカリマンが名物です。今回はカリマンではなくカフェメニューをテイクアウトしました。とちおとめサイダー440円。食後にさっぱりしたくて購入しました。いちごがとちおとめなのも嬉しいところ。次回は店内を利用して光林堂スイーツを食べたいな。日光も宇都宮も最高でした。まずはいちご好きには嬉しいお酒からご紹介します。とちおとめチューハイ286円。かき氷のいちごシロップをお酒にしたような商品。飲みやすいのにアルコール 5% という悪魔的お酒。続いては地域限定のチューハイを発見し迷わず購入。クラフトチューハイ栃木ゆず286円。柚子の果汁をしっかり感じられて美味しい、ごくごく飲める、とても好みなお酒でした。最後は栃木和牛ステーキ風プレッツェル。お肉の旨味を感じる美味しいプリッツ、これは最高のおつまみになりました。今回の動画はいかがでしたか？動画を見て栃木に行きたくなった方はぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。